はいこんにちはレクセン人講師の矢島ですえー、本日は2021年のね、えー、合格に向けてね、えー、司法試験の勉強されている方に対してですねまあ講座の案内ではなくてまあ勉強の仕方一般的なね勉強の仕方の話をねしたいとあの思っておりますねでまずねその担当試験と論文試験とでちょっと分けてあのお話をまいたしますねで担当試験に関してはまあ、究極の目標はまあ司の過去問集がありますけどまああれ見てね自分でこう問題解けるようになっていればまあ、本番の試験でもまあ今度ね皆さんが受ける本番の試験でも 同じようなま問題が出るわけなんで、まあその市販の過去問集が十分解けるだけの力があれば、まあ、本番の試験も心配ないはずなんですよね。まあ、普通に合格できるはずなんですよ。だけど、いきなりその過去問をね解こうとするとまあ、多くの人は難しく感じると思います。で、そこでその過去問をですね解くのに必要な素養をね。まあ、事前にまあ身につけておかなければまいけないわけなんですけれども、その方法の一つとしてはまず何かね各科目何でも構いませんので、インプット用のテキストをまあ1冊ま用意してもらうとまあ、基本書でもいいし。 学者の先生が書かれてる基本書でもまあいいしね予備校が市販してる本でも学んでもいいんですけれども、まあ、とにかく一冊用意してもらうと。で現時点でもしそのもう基本書に慣れてるなん,かなんかもう慣れてる本があるっていうんであればそれをねあの使ってもらえればと思いますね。でなんかまだ今の段階で本が決まってないんだっていう人であればおそらく学者の先生の,の基本書を見ちゃうとねあのどこが大事なのかっていうのがよく分かんない。 とと思思ううののののでそういいういはなんか市販の予備校の方を利用しちゃうのが早いと思います、ねまああれはなんかよく A ランクとか B ランクとか C ランクとかって形であのこう優先順位がこう、ね、ついているものが多いと思うので、まあ、ちょっと本屋さんかなんかでね手に取ってみて、えー、良さそうだなと思うものを買ってね、えー、見るとまあいいんじゃないかと思いますね。でその 基本書、まあ、その基本知識のインプットのテキストを決めたら、まあ、それでちょっと学習をね、まあ、していくわけなんですけどもそこであの本のね最初から最後まで全部こうねあの全部まんべんなく読もうとするとものすごく時間がかかってしまうし、まあ、結局まあ途中でこう挫折してしまう可能性が非常に高いということですね。でそこでえですねどうしたらいいかっていうと、まあ、担当試験に出るあの問題っていうのは論文試験と共通するようなすごく重要な論点。 もあれば、まあ、論文で出なさそうな本当に細かいところもあるんだけどでもま,あまずねあの論文試験と担当試験で共通するような本当に大事なところをねまずこのインプットのテキストでしっかり勉強していくんですよね。でそれによってその科目のその核になるまあ力というのをね核になるようなその、えー、力をつけておくとあとで担当試験の過去問やった時にいろいろ細かい知識もまあ出てくるんですけどその細かい知識をその核になる 知識のところにうまく紐づけてね、で整理して、まあ効率よくあの記憶をね、していくことができるんです。だけど、その核になる、その知識がないうちに、細かい知識をどんどんね、担当の過去問やって。つけようとしても、なんかあたかもこう、細かいこう、誇がね、あのこう、宙をふわ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 こう、待ってるかのような感じで。なんかうまくこう、体系的に整理できないとね、なかなかこう、記憶に定着しないんですよね。だから、そういった意味で、まあ、後でね、こう効率よく、そのね、いろんな知識を担当の合格に必要な知識を、まあ定着させるためにも、まあぜひ。 まずは核になるようなところをその基本知識のインプットの段階でまあ抑えておいてほしいということですね。で今度インプットができた後はその担当の過去問集ね市販されているまあものであれば何でも構いま,構いませんどこの予備校のものでもま構わないんですけどもまそれをちょっと一冊用意してもらうとで年度別の過去問集よりはその全部の年度をねえその論点ごとにこう体系的にこう整理してくれている体 のの過去問集の方がまあ効率よく、ね、同じ論点のところを一気にまとめて勉強できるんで、まあ、効率よく勉強できると思うんで、まあ、体系別のね過去問集をおすすめ。 しますけどもそそ、まあ、それれったらね、えー、それを解いていてくとでその問題解き始めた時に、まあ、多少分かんない問題があっても解説読んだら自分で、まあ、すぐ理解できるよっていう人はそのままあの勉強を続けててもらえればね、まあ、そのまま十分合格する力身につけられますので、まあ、あそこは心配しないでその通りやっていってください。で今度、えー、まあ問題解いてもよく分からないしなんかこう解説見てもねなんか難しくてすごくこう読み解くのに時間がかかっちゃうと一問の解説見るのになんか10分も20分もかかっちゃうとかねあるいはもうそれ以上かけても分かんないっていうことになっちゃうと。 まちょっとそれだとねちょっと非常に時間かかっちゃいそうなんで効率よくね勉強していいいかないといけなくなとけくりますねでその効率よく勉強するまあ方法の一つとしては例えばの担当の過去問集って問題ごとにちゃんとその正答率がねまあ大体出てるんですけど例えばですけども80%以上の例えば正答率の問題だけをやるとか何か自分なりにこうえですねえ検討すべき問題をちょっとこう範囲限定してもらってでとにかくその。 体系別過去問集の、ね、最初から最後までね、えー、を、えー、通してですね、えー、この大事な問題だけでもいいからあ生徒率の高い問題だけでもいいからとにかくこう通して全体をちゃんとこう把握するようなあの勉強をしてほしいんですよね。そそれができるとのの後あの インプットの勉強っていうのは一回やっただけでは済まずにそのまま結局本番の試験ままで続けていくことになりますそれは何でかっていうとねあのまあ人間忘れちゃうからなんですよね一回やったことはあの時間とともにどんどん記憶薄れてそのうち忘れちゃうんでまあ結局一回やったことをずっと最後まで続けていかなければいけないんですけどその担当の過去問集で一応こう正答率の高い問題だけでも全部やってるとまあ各文やそのね各項目どういうことが試験に出るのかっていうのはあの分,か分かってるわけなんですよ。そうなるるとインプットの勉強してる時にもね効率化いい ですよねあここのところ試験で出てたなとかねあこういうことを確か試験で聞かれるようなみたいなのが分かってるとインプットの勉強を続けていく上で、まあ、効率がいいので、まあ、そういう点でねその生徒で絞って、まあ、とにかく全体を勉強するっていうのが大事だと思いますね。で 解説見てもあの分かんないものがあった時はそれはクエスチョンマークかなんかつけてパスしちゃって構いません。まあ法律の科目っていうのはねだいあの最初の時に分かんなかったようなことも勉強を進めていくうちにね法的思考能力とかあるいは関連知識が身についてきて最初分かんなかったようなことが分かるようになっていることも多いのでまあそういう点ではパスして先に進んでもらってのは構いません。とにかく一番まずいのはあの途中で引っかかっちゃって先に進まないっていうのがまずいんですよね。いつまで立ってもゴールにこうたどり着けないっていう風になっちゃうのが一番まずいのでね、まあ、効率よくやっていっていただければという風うに思いますね。 さてじゃあ今度ね、えー、次論文試験のまあ勉強ですけれども論文試験に関してはねやっぱこうゴールを知らないのになんか勉強しててもねそれ果たして正しい方向にいってるかどうかっていうのはわかんないですよね。なのでまずはね司法試験のまあ比較的こう近いね直近の過去も見てもらいたいと思うんですよ。まあ、その傾向がね試験変わってくるんで あんまりり昔の問題いきなり見ちゃうとねちょっとこうーゴールが見えづらいと思うので、まあ、そういう点意で、ねまあ、なるべくこう近くのこう直近のね、えー、近年のまあ問題を見るとでそれで実際まあ答案書ける人は答案書いてもいいんですけど答案書くの難しいなって人は、まあ、問題文見てねでこれどういうことを書くべきなのかっていうのをちょっとこう紙にね書き出してみると要は答案構成みたいな感じで箇条書きでもいいから書き出してみるんですね。で その答案構成作った後に、えー、法務省の方でですねその出題のとかあと試験交際員の方から採点実感っていうのを出してくれてるんですけどそれをまあダウンロードしてでそれを見てもらいたいたんですよでそれ出題の誌とか採点実感の方には、まあ、この問題でどういうことを書いてほしかったのかってことをいろいろ書いてありますから、まあ、それを自分の答案構成 用紙とねあるいは自分の答案とも見比べてであここを書けてなかったなとかねそのできてないところをチェックしておいてもらいたいの、ね、でそのできなかった原因をまず追求するとそれは単純に知識がなかった。 からなのかね。それとも何かこう事実を問題文の事実を見落としてしまったからなのか。まあとにかくそのできなかった原因を追求してほしいんですよね。でそれを次回どうしたらその同じ失敗しないで済むのかどうかというのもちゃんとそこも考えてでそこも克服しておいてほしいんですよね。でそうするとそういうことをやってない人と比べるとあのよりねあのいいあの答案が本番の試験で書けますからね。試験で結局相対的なものですから他のまあ受験生と比べてえそのよりできるにすればまあそれで合格できるわけですよ。百点満点取る必要はなく 100点の試験だったら、まあ、せいぜい60点ぐらいのところ取れれば十分合格できるので、まあ他の受験数よりもより有利に立つにはどうしたらいいかっていう観点からね、まあ、行動していくとまあいいのかなというふうに思いますね。でちなみにその論文の過去本を見たときに、まあ、全然こうね何をどう書いていいのかが分かんないっていう人はそれはあの原因はねおそらく基本知識の理解が足らないっていうことが多くの場合ねその答案の書き方云々のま前に基本知識の理解が足らないっていうことが結構多いと思うので、まあ、その場合はやっぱりインプット学習の方にしっかりと戻って もらえればというふうに思うんでですよねでその過去問に関しては、まあ、できる人もできない人も最終的には少なくともね6年分ぐらい直近6年分ぐらいの過去問はやってもらいたいなとでちゃんとそのたんびにこう、ね、答案書い,か、えー、書いてもらって、えー、で最終的には答案書いてねで自然の人を採点時間と見比べてでやっぱその自分の弱点を把握しておくとそしてそれを、えー、克,服す克服するようにねまあしてもらいたいわけですよねで。知識が足らなかったから書けなかったのか事実を見落としてしまったからあその書けなかったのかちゃんとそこ原因究明してで知識が足らなかったんだったらインプットの学習 すればいいし、事実を見落としてしまったんだったら、まあ自分はそういうところを見落とす傾向があるんだということをよくちゃんと理解をしておくことですよね。で、その理解してない人と比べると本番の試験ではあのそういう事実の見落としをしづらくなるから、まあ、相対的によりね上の方にま行きやすくなるんだという話になってきますね。まあ、そんな感じですね。で、もちろんあの課長無時間があってね。 受験勉強に専念できる人は6年分と言わずあの、まあ、6年分最初やったらね、まあ、徐々にあの1年分ずつあの遡って、まあ、可能な限りね勉強法その過去問の検討を続けていってもらいたいというふうに思うんですよね。でたまにあの余裕があったらその一回解いた過去問またあの繰り返し、ね、解いてもらってもあの構,、ま、構わないと思いますね。でそのたんびにあの取材の人採点実感と見比べてでこうねちゃんとこうやっちゃいけ採点実感がやっちゃいけないんだってことをちゃんとねあのそこやらないようにちゃんとなってたかどうかとか、まあ、逆に採点実感の方からその、ね、やってもらいたいっていうふうにあの 書いてあるようなこと。 がちゃんと自分でできてたかどうかねそういうところをまあ確認してで進歩したかどうかっていうのは常にチェックしてもらいたいんですよねでまあこれもやっぱ相対的なものだからねそういうチェックをしてない人とチェックをした人とで比べてチェックをしてる人の方が当然本番ではねあのいい評価を得られる答案作りやすくなってるはずですからまあそういうような感じで日々ね前進してまあ勉強を続けていっていただければというふうに思いますね。何かねね予備校のののののの座座利利用用しししたいいってててう人は私私別の動画方方で言うあの私の講座の案内はしてますけどねまあそちらも と思うんですけどまあ自分でできる人はねこの調子でまあ頑張っていっていただければという風に思いますねじゃあ今回ね司法試験のまあ勉強の仕方ということでね、えー、ご説明させていただきましたまあ、ぜひね、えー、合格目指してえ頑張っていってくださいじゃどうもご視聴ありがとうございました